どうも山田俊明です。新企画始めます。その名も山田俊明の福岡朝ごはん。ありがとうございます。はい、何をやっていいのかなかなか定まらず、いろんな企画をチャレンジしておりますけども、私がですね、朝の生放送の番組をしています。朝です KBC という番組が朝6時から8時までの生放送ということなんですけども、その放送が終わった後で、この福岡、天神、博多を中心とした朝ごはん、どんなものがあるんだろうというものを探しながら皆さんに情報としてお伝えしていければなというふうに思っております。まあね、探してみたら結構あるんですよ。だから先日ね、インスタで上げた朝カレーが食べたいみたいなこともやっぱり探していけば何件かあったりとか、あとはまあラーメンもあるし、それこそ定食もあるし、実はいろいろ朝ごはんもバリエーションが豊かな福岡の街です。これを皆さんに定期的にお届けしていけたらなと思っております。それでは記念すべき1回目はこちらです。どうぞ。どうも山田俊明です。山田俊明の朝ごはん、今日は福岡市中央区大名にあります一膳飯青木堂さんです。ここはね、ロケでランチなんかに来ることはよくあったんですけど、朝ごはんは初めてなので行ってみたいと思います。